石膏省は中華人民共和国の省の一つ。略称は摂。加藤地区中部に位置し、東、シナ海に面す。省とは広州市。摂とは省内最大の河川、戦闘校を指す。戦闘校は、蛇行が激しいことから極港、野江、織江、石膏などと呼ばれてきた。北に、チャンス省と上海市。西に、安岐省と厚生省。南に、 福立省と接する。東は東、シナ海に面する。戦闘港が流入する甲州湾は古来より交易で栄え、宴会には長山列島など約2000の島々が散らばり、中国で最も当初が多い省である。内陸は丘陵地帯となり、天台山、四名山、天目山などが連なる。北部の杭州市にある安吉県は、 竹の産地で有名であり、映画グリーンデスティニーの竹林のシーンも安吉の中国大竹海で撮影された。春秋時代の越国であり、戦国時代には諏訪に属した。旗始皇帝によって統一され、海警軍が設置された。漢代には揚州に属し、三国時代には呉の領域に入った。東大に石膏東西領土が置かれて、石膏の名が始まった。 五代十国時代には、甲州を都とする五越国が成立した。北層が南渡して利安は南層の都となった。現代に石膏行省が設置され、明には石膏不正し、新代に石膏省が成立した。この地の7000年前のカボト遺跡からは、水田の跡が見つかっており、そのもみの DNA はジャポニカであることから、この超高添いの地域は、 日本の稲作伝大ルーツ地とみなされている。11地球市のもとに、下級行政単位である37市かつく、19、研究、市、32県、一時地県を管轄する。中国の宴会諸省の中でも、最も先進的な省の一つである。特に省政府が主導する、公共インターネット網はよく整備されている。省東部の公州湾を縦断して、寧ーと加工を結ぶ。 世界最長の公衆湾海上大橋が2004年6月に着工し2008年5月1日に開通した。2012年の石膏省生産総額は大前年比増の3兆2000億元で、省直轄市別では関東省、チャンス省、山東省に次ぐ中国国内第4位となった。 2012年度の一人当たり生産総額は、大前年費増の63,266元。2019年の石膏省生産総額は6兆円を突破した。ありがとうございます。